ワイルドトラックスは、ニンテンドー情報開発本部、アルゴノートソフトウェアが開発、ニンテンドーより発売された、レースゲームである。日本国外でのタイトルは、スタントレース FX。3次元コンピュータグラフィックスのレースゲーム。スーパー FX チップが搭載されており、ニンテンドーが手掛ける、スーパーファミコン用 3DCG ゲームでは、スターフォックスに次2作目となる。 ヘッドライト部に目が描かれた車を操作する。車はタイヤボディヘッドライト部の目などがそれぞれ独立したパーツとなっており、障害物などにぶつかるとそれぞれのパーツがバラバラになる。ライバルカーと順位を競うモードや特定ポイントを通過して短い時間でゴールを狙うモードなどで遊ぶことができる。内容はアメリカにある架空の田舎町、 トラックスシティでレース大会が行われるという設定。2019年9月6日、配信開始の任天堂ス e n d o のオンラインサービスの特典ソフト、スーパーファミコン任天堂ス e n d o オンラインに収録された。はじめから、すべてのモードで使えるのは 4WD、コープ、F タイプの3種のみだが、スピード、トラックスのマスタークラスをクリアすれば 2WD も、全モードで使用可能となる。 上記4車種のほか、スピードトラックス内のボーナスゲームだけに登場するのが、下記のトレーラーである。コース上にはアイテムが存在し、操作するマシンと接触することでゲットすることができる。スピードトラックスでは、石上のアイテムが登場し、赤い石はダメージ回復、青い石はブーストメーターが回復する。一つの石でメーターの半分回復する。ゲーム誌、 ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通り22.1点となっている。ありがとうございます。